トークショー。本日の企画はボードレース切り売れ勝負飯を食べよう。はい、ということで、はい、本日は、ボートレース気流、はい、本庄に来ております。はい、はい、初めてでございます。初めてだね、ゆうこんさん。どうですか。やっぱ思ったより水はちょっと いやいや、いいよ、そこじゃねえんだよ。入れ替えとかしてるんですか。入れ替えとかできないでしょ、わかんないけど。従業員さん、水抜いてもらう。いや、水抜いてやんねん、こんな広めのやつできねえよ。あつしさんもできないから。あつさんですら、ロングのロングのあつさんもできない。テルトーさんも抜けないレベル、できない、抜けないレベル の, あの深さですから。じゃ結構、はい、昔から水があるので、ね、はい、ありがたいです、ね。今回、まあ、勝負飯ということで、まあ、ご飯食べた後、うん、実際、レースに、はい、投票していくということで、はい、そうですね、はい、まあ、その前にね、うん、ゲームを担いで、ゲームを担いで、ご飯食べようじゃないかということで、うん、本当にそうですよね、はい、それもセットで大事ですから。セット大事でしょ。絶対大事だと思いますよ。しかもね、今日なんと、はい、ゲスト来ております。ゲスト来てんかい。はい、嘘でしょ。ゲスト来てます。あるこれ。はい、本庄初めてでゲスト、ゲスト来てます。ゲストの方どうぞ。はい、お願いします。はい、お願いします。ゲストっていうのは、はい、誰でしょう。以前、はい、お世話になりました、はい、ラウンジ、はい、さくらのママの、はい、ママと、はい、その友達でよろしいんでしょうか。はい、ひなちゃんですね。はい、しょ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、しお願いします。しっかりゲストです、これは、はい、テンション上がっております。上がってるね。はい、もう正直俺もボートがどうでもいいっす。いやいやいや、ダメだよ。メインはボートだからね。ねえ、じゃあ、もう楽しいね。決めよ、本当に一番右が。カプリシートとは使ってない。いや、キモいキモいキモい。ゆさゆさするな、絶対に。はい、ということで、はい、お二人今日お呼びして、はい、ご飯食べて、投票していこうかなと、はい、思っております。そうですね。そして、ひなちゃん、はい、なんと、めちゃくちゃボート、詳しくそういうことです。はい、大好き。そう、大好き。だからもうなんだろう、その俺たちじゃ限界で、画角でも限界あるし、ボートも限界あるじゃん、やっぱり、うん、分かんないから、あんまり、ね、だから今日はあのひなちゃんがなんと詳しいということで、うん、お呼びしました。だよね、はい、結構そっちも結構メインのとこあるよな、楽しみつつな、もう、うん、そうですね、うん、実際だともう一番のガチ勢ですもんね。そうです、大好きです、ハマってます。本当に大好きらしいよ。どれぐらいですか、歴は。いや、でも歴は2年間ぐらい。2年ぐらい、はい、あー、でも結構やってるよ、2年ですか。いや、2年ってそれで結構やっぱ詳しいから、いろいろその教えてももらえるしありがたいです、非常に。そうですね、うん、ちなみに、ボートレース桐生に来たことあるんですか。あります。お、もちろんあります。本庄に来て。あります。遊んでると。遊んでます。なるほど。じゃあ、その勝負飯とか結構あるんですか、自分の中で。勝負飯は、あんまり食べないんです、ご飯ね。そうなんです。食べないね、もう集中しちゃって。だよね、あの、そうなのよ。あの、忘れちゃうぐらい。俺は聞いてんだけど、マジで食わねえの、飯。本当に食わない。マジで食わないんだよ、その、あの、あれね、あの、そう、やる人集中すぎて、本当に。じゃあ、みんなにこのハングリー精神で今もう、今やってる。だから、もう当たったら食うみたいな、なんかよくわかんないこと言ってる人もいたから、やっぱりその、怖いのよ。原担ぎをする人としない人がいるってことですよ。あ、なるほど。俺たちは原を担いでなんぼですから。そうですね、まあ、辛抱に腹が減ってるまあ、そういうことですね。はい、ということで、はい、じゃあ早速ね、はい、フードコートとかありますんで。ありました。じゃあ早速中に、はい、行きまーしょう。よいしょ。極上わお。食べる食べる、おいしい。おいしい。よかったね。てか、ゆい好き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 。これで勝てるね。勝てるね、これで。勝てるね。うん、勝てるよ、絶対。ちなみに今、総合してどうなってるの。2000円ぐらい負けてる。負けてるんだ。うん、負けてる、うん、次は勝てる。次は勝てる。もうソフトクリーム買ったもんね。絶対勝てる。もう一口食べさせて。いいよ。いいですか。
カレカだけやらなきゃ。カレカノでカレカノカレカノでやってて、今2人で来ましたね。うん、すごいっす。あわー、絵にできてるの。ありがとう。お父さん、焼きそばしかなかったわ。男くせえな。すまん。男くせえなんだよ。払えただ。払えた払えた。ありがてえ。サンキューです。100円やん。あ、もう始まっちゃう？始まっちゃいます。行きましょう。行こうか。はい。行きましょう。ということで、焼きそばですね。はい。でも、焼きそばだよね、ザ。ザ焼きそば。ザ焼きそば。大人の。はい、男の大好きな、男の大好きな焼きそばを、いただきました。はい、あまりにもあまりにもレースに集中すぎて、うん、飯をね失念していまして、失念いたしましたね。本当にその飯食う時間なかったというか、そのなんかそのめちゃめちゃタイムスケジュールがきつきつで、きつだよね、きつきつのタイムスケジュール、はい、しかもそのオープニング撮ったのは、うん、あれもう始まる前で、始まる前で現在もう6時過ぎ、もう8時、ほぼ7時、ほぼ7時5時間、ちょっと何も食わずですからね。何も食わずでやってて、なんか本当にね、なんかいわゆる、ね、ゲストの方、可愛いお二人がいらっしゃってきて、はいはい、で一緒にね、和気あいあいと食べたいなって思ってたんですよ、うん、はい、食堂とかで、うん、なんかもう、そういうんじゃなかった。そういうんじゃなかったよ。俺もそのつもりではあった。だがボートレース大好き、うん、ひながいましたね。強くは言えなかった、ね、強くは言えなかった。飯食おうぜとか、俺もフードコートでみんなで飯食って始まるのかなと思ったんですけども、うん、もう第一レースの展示が始まりまして、ノンストップです。ノンストップです。はい、すみません。なんで、まあ、今度ね、まあ、またね、一緒にもしね来れた際には、うん、ちょっと土下座して、はい、ちょっと一緒に食ってくれ、食ってくれねえかということで、はい、で2人はね、あそこで、あそこで食べてます。見てる、ずっと食べてずっとね、ことなんだよ。ということでいただきます。はい、どうぞ。うくるよ、うん、BYGJ です。本当にあれは BYGJ、はい、これどういうことですか。ボートレース焼きそば牧場です。ボートレース桐生じゃないのね。ボートで、どういうこと、もう一回言ってください。ボートで焼きそば GJ です。あ、ボートで焼きそば極上。はい、ボートで焼きそば極上です。ちなみにだけど、今焼きそば食ってるけど、このレースも一応投票はしてるんですよね。してます。はい、してんだけど、はい、やばいかもしんねえ。今横目で見てるの。うん、はい、来た。ありがたい。え、ありがたい今。ありがたい状態。ありがたいっていうか、ありがたい状態じゃないんだけど、うん、ありがたい状態になるかもしれない状態。今1、2、1、2、6だ。1、2、6だ。いただきます。よいしょ、いってらっしゃい。いや、126やばいな、普通に。よくよく考えたら。すごい。123来い。123じゃないときつい、本当に。頼む。3させ、マジで。準備。準備。さあ、準備。さあ、準備。さあ、さあ。準備。よし。どっちだ？3だろ。よし、3だ。危ねえ。おめでとうございます。俺、はい、食ったから、うん、勝ったからそれだけ。いやじゃーん。ということで頑張りましょう、本当に、はい、マジで。でも本当に正直言うと、マジで何も食ってなかったから、焼きそば死ぬほどうまかったわ。うまかった、本当に焼きそば死ぬほどうまかったっす。うまかったっす。言ってなかったですけど、うん、めっちゃうまかった。めっちゃうまいね、うん、
はい、ということで引き続き頑張っていきましょう。どう、分かるだろう、分かるだろう。あるあるある、よし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 。